13世紀ドイツ・バンベルクのバンベルクの騎種像の持ち送りに掘られているアカンサスに覆われたグリーンマン。グリーンマンは中世ヨーロッパの美術に現れる歯で覆われたあるいは歯で形作られた人頭像である。中世の教会などのロマネスク建築やゴシック建築の柱や壁に掘られる彫刻のモチーフとなる。顔や体が歯で覆われるだけでなく、 口などからツタが生えていることもある。ロマネスク機のグリーンマンは表情が硬く、パターンも限られているが、ゴシック機のものはより写実的で表情も豊かである。設置される場所は主に教会の門、天井の金目石、中東、コーベル、聖務教書籍などに多い。グリーンマンの図像学的な意味は研究者によって様々な解釈が考えられたが、 統一した結論は出ていない。1939年、イギリスのレディ・ラグランの研究論文によって、グリーンマンの研究が始まり、この種の像に、グリーンマンの名が付けられた。それ以前は、歯の塔、歯の仮面などと呼ばれ、他に無数に存在する、教会装飾と特に区別されることはなかった。グリーンマン自体の神話伝説は、ほとんどない。キリスト教以前のケルト神話などの、 森林、樹木へのアニミズムの名残で、ケルト神話のケルヌンノスやローマ神話のシルーアーヌスと関係があると考えられている。また、古代ローマ時代の墓碑などに見られるオケアノスやメデューサの人頭レリーフや植物神でもあるディオニュソスが素型となっていると考える研究もある。キリスト教がヨーロッパに布教していく過程で、植物など他の土着宗教のシンボルを文様として取り込んだ。 クリーンマンを取り入れた最古の例としては、6世紀にトリーヤ大聖堂が再建された時、司教、ニケテウスは古代ローマの遺跡から、クリーンマンのレリーフを移築したという。このレリーフは、近年の修復作業で再発見されている。ありがとうございます。